も、地下系ジャンク YouTuber のおっさんです。現在、地下50階くらいにいます。あと50人で地上に出れそうです。登録お願いします。初っ端からお願いするスタイルです。早速、分解してますが、何年か前にジャンクで買ったデスクトップ PC です。何の問題もなく起動してました。ヒューレットパッカードコンパックビジネスデスクトップ DC5850SFCT です。コンパックが買収された会社なのを知ってる人は40代以上ですね。HP のコンパックブランドも気がついたら消滅してます。コンパックのパソコンが懐かしいです。記憶にはありませんけどね。90年代日本のパソコン市場に価格崩壊をもたらしたメーカーです。NEC の PC9800 シリーズの半分の価格で販売をしてました。NEC の圧倒的なシェアをある程度崩すことに成功し、焦った NEC が価格を下げざるを得なかったのはもちろんのことです。PC98 も安くなったので、個人ユーザーからしたらパソコンがお得になり、買いやすくなりました。あと、浦和レッドダイヤモンズのスポンサーや、ウィリアムズ F1 チームのスポンサーもやってましたね。懐かしいです。このパソコンの紹介ですが、2008年の5月発売です。Windows Vista 時代です。CPU は AMD センプロンです。セレロンに喧嘩を売ったセンプロンです。ステッカーを剥がされて販売までされたセンプロンです。前面はマイク入力、USB2.0×2 ポート、ヘッドホン出力、電源ボタン、DVD ドライブ、フロッピードライブ、背面は電源コネクター、シリアルポート、RJ45 ポート、USB2.0×6 ポート、VGA ポート、DVID ポート、PS2 マウスポート、PS2 キーボードポート、ライン入出力、普通のビジネス仕様です。メイドイン東京、東京生産モデルです。メイドイン東京は1999年コンパックから始まりました。あきる野市から始まり、HP との合併後に昭島市に行き、現在は日野市に移転しました。山手線内側エリアしか東京と認めない、という人は、後で校舎裏で待ってます。メイドイン東京といっても、NEC、富士通、バイオも一部は日本製です。みんな大好きレッツノートも国産、マウスコンピューターも国産、世界中から寄せ集め部品を国内で組み立てしたら国産、自作 PC も日本国で組み立てしたら国産、国産ってなんだ？でも、メイドイン東京は憧れ、別格です。どうも、田舎もんです。今回は初めからグラボを取り付けします。倉庫から発掘しました。AGP のグラボです。PCIe スロット。は？ AGP スロットがない。マジですか？せっかく発掘したのに、無駄です。なので、今回もクアドロ600です。小スペース筐体のデスクトップには重宝します。便利です。グラボを取り付けします。ネジもないので、挿すだけ簡単に接続できます。簡単です。簡単なはずです。はまらねえ。なんでだよ。マザーボードとケースが曲がってる。悪戦苦闘すること30分。簡単にはまりました。イージーです。誰でもできます。メーカー製 PC は便利にできてます。フロッピーディスクはきしめんですが。DVD はシリアル ATA。SATA があるので SSD を取り付けます。いつもの安物 SSD です。このままでは固定できませんが、固定しなくても問題はないのでこのままです。メモリスロットも4箇所あるので、DDR2666/1GB を4枚で 4GB で使用します。スロットの切り欠きに合わせて、挿すだけです。誰でも簡単にできます。小学生ジャンカーでもできます。いや、硬い。めちゃめちゃ硬い。初めての人ならビビって諦めるくらい硬い。切り欠きを間違えたかって思うレベル。こんな時は破壊しないように。パワー。破壊には十分に注意します。CPU グリスを塗ってます。安物グリスです。グリスから分離した液体が垂れてきます。液体が垂れて面倒くさいので、使える安物グリスが欲しいです。CPU クーラーを取り付けます。対角線で締めます。あと、シュラウドを取り付けます。地味にシュラウドがなかなか入りませんでした。蓋を閉めて動作確認をしてみます。問題なくBIOSに入れました。CPU もメモリも問題なし。ちなみに、誰も知らないと思いますが、CPU は LE1300 です。知ってる人は変態ですね。無謀にも Windows 10を入れます。遅い、恐ろしいくらい、遅い、深夜の作業に睡魔が襲う。止まった？動いてる？どっち？やる気ある？焼き入れる？ブラック企業バリのパワハラで動かします。お待ちください。待ちますよ。いつまでも待ちますよ。永遠に待ちますよ。ちょっと進んでは、お待ちください。
長い長いお待ちください。は？ここまで来て問題が発生しましただと、負けれない試合中に何言ってんだよ。やり直すことができますだと、やり直すに決まってんだろ。やっとここまで来ました。眠気とアルコールのせいで全部吐いて同意。おっさんのプライバシーが。本気で数分、いや、数十分かかった。すべてお任せください。お前以外に誰に任せろと、おっさんではできません。すべての動作がフリーズスタートなのでいきなり死ねベンチ R15 です。今まで内緒でしたが、1コアです。1コアです。何度も言います。1コアです。そこそこ早い気がします。古いパソコンで遊びすぎて感覚が麻痺してるだけです。どう考えても遅い。おはようございます。寝てました。39CB。シングル 39CB。マルチも 39CB。すみません。何も言えねえ。言うことなしです。次。YouTube を見てみます。グラボは 8%。CPU は 100%。でも、普通に見れるレベルに感動します。次。Windows 10が重たいので OS を変えます。少し前に話題になった、Chrome OS Flex です。巷ではオンボロ低スペ PC でも快適に動くとか、言われてますが、14年前の低スペでも動くか、実験してみます。もっさりしてますが、Windows 10のインストールより、100倍早い。動作が軽い。これは、使い物になるかもしれない。Chrome OS Flex をデスクトップ PC に、入れる、意味があるかは知らんけど。Chrome OS 上で Linux が利用できるみたいなので、いろいろやってるだけです。プラス最新版は Win7.0 を使い、Windows アプリを動かす、ロマンです。できるかは知らんけど、やってみる価値はありそうです。そもそも Flex が正常に入るか知らん。入った。いろいろあったが入った。結構動作しない PC も多いみたいですが起動できました。感動しました。YouTube を見てみます。ここまでの動作は軽かったです。画質は気にしません。あかーん。突然のノイズ。原因は不明ですが、グラボが悪いか、CPU が悪いか、すべてが悪いか、まともに、動作しません。この後、アプリが落ちました。日本語入力は問題なくできました。起動までに時間はかかりましたけどね。最近の Linux でも日本語入力は、普通にできて当たり前です。あれ、デベロッパーの項目がない。この辺にあるはずなのに、ない。このままでは Linux が使えない。いろいろ調べましたが、現在古い CPU では無理みたいです。Windows 11対応 CPU なら大丈夫みたいですけど、なら、Windows 11を使う。Flex に Linux を入れるのは諦めます。ノイズも頻繁に出るので Flex も諦めます。古い低スペ PC はやっぱり軽量 Linux が一番。今回は以上です。いつも以上にグダグダのまま終了ですが、いかがだったでしょうか？人生の暇つぶしになった人は、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。さよならバイバイ。